est prévu pour février, mais il est déjà disponible depuis octobre 2008. Eh bien, Skycrawler aura mis plus d'un an avant d'arriver chez nous. Ce jeu est tiré du film du même nom réalisé par Oshii Mamoru, lui-même déjà adapté d'une série de romans. Développé par l'équipe responsable de la série des Ace Combat, Skycrawler est un jeu de combat aérien très orienté action qui mise beaucoup sur le spectaculaire des situations. Nous avons pu croiser lors du dernier Tokyo Game Show le réalisateur et le producteur du jeu pour une petite interview. Skycrawler est, en Japon, un roman qui est inspiré d'un roman. その小説の原作をですね、日本を代表するそのアニメーション監督である押井守監督が、劇場アニメにしようと、いうことで、アニメーションの制作が行われてました、そこで我々もですね、そのプロジェクトは非常に面白そうだなと、ちょっと少年少女たちが、死ぬことのできない体で戦争に、将としての戦争に、入っていってしまうという少しこう物悲しいというかですね、今の少年少女にこう体験してもらいたいというメッセージが込められていたので、ゲームの方でもですね、そういった雰囲気を持ちながらゲームとして楽しいと言えるような作品にしようと思いまして、そこで、まあ、うちで言うとエースコンバットが、飛行機ゲームとしてありますので、まあ、立ち上げたエースコンバットを立ち上げた加藤に、話を持っていたというような流れで、立ち上がりました。まあ、まずは、Wii というのはですね、どちらかというと、まあ、ポップというかファミリー向けの、色使いのゲームが非常に多くて、まあ、エースコンバットを今までやってきたようなああいうリアルな、色、それからリアルな空間がその中に作れるのかということが非常に、最初の課題でした。で、そのリアルさというか、まあ、なんて言うんでしょうね、空間とか空の綺麗さをどうやって表すかっていうことの最初の我々の課題として取り組んだのが雲でした。で、その雲も、おそらく Wii を限らず、他の、プラットフォームのフライトシューティングゲームを見ていただいても、これほど雲がふわふわとしていて迫ってくるような感じに見えるようなシューティングゲームは他にないというぐらい感じていただけるような雲を作っているつもりです。今回このゲームは非常に特徴のある操作をやります。で、このヌンチャクを操縦桿、まあ、フライトスティックだと持って操縦します。そしてWiiリモコンがスロットルレバーになります。で、スロットレバーを立てるとスピードが上がる、それから戻すとスピードが落ちる、そういうような、ゲームになっています。普通の Wii のリモコンとヌンチャクの持ち方とは逆の持ち方をするというのがすごく特徴的な操作ですよね。で、今、リアルタイムレンダリングで行っているデモが始まっていますが、これはもうすでに、フル 3D で作られている空間です。で、お話は先ほどのアニメーションだけじゃなくて、この実際のゲームの中でも、いろんな会話によってどんどん進んでいきます。さあ、じゃあ雲をご覧ください。一旦ちょっと雲の中に入ってみます。はい、ゲージが出ました。そしてレベル1になったところで、うまくボタンを押すと、実は自動的に敵の、バックを取ってくれるというようなシステムになっています。レベル1、来ました。そして敵の真後ろにピタッとついて、射撃をすれば弾が当たると。またキャッチできました。そして敵の後ろにつきます。そして敵を撃墜すると。これをどんどん繰り返していって空中戦をやっていきます。ですから、機関銃で敵を撃ち落とす、まあ、非常に広い 3D の空間の中ですから、その中から小さな敵を見つけてそこに機関銃を当てる、とても難しいように思うんですけれども、実はこのゲームはそこが非常に簡単にできる、この、タクティカルマニューバーコマンドというシステムで簡単にできるように作られています。Shake them up!
Wii のゲームでここまで背景や環境設定がですねリアルに臨場感がありながら緻密に描かれているのはこれ割とさすがエースコンバットチーム自信ありますのでちょっと街に今から近づいてみますのでですねそこの美しさもぜひ見てもらいたいなと思います。この辺にカモメが飛んでるんですね。カモメはもちろん撃てません。